よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、三浦です。ということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。ちょっと今日ドタバタしてて動画どうしようかなと思ったんですけど、すごくすごく素敵な記事を見つけたので、これだけはちょっとどうしても試合前日にでもご紹介したいなと思ったんで、お付き合いいただければと思います。明日7月29日土曜日19時半夜ですね、夕飯時ですね、にキックオフということで、まあ、いろいろ、思うことみんなあると思いますが、もう一戦一戦応援しましょう。もうトンガにぜひ勝ってもらいたいと私三浦は心底から思っております。頑張れということですね。で、こんな感じですね。ラグビー日本代表トンガ戦前日に大好きな稲垣啓太の熱い言葉をということで、僕は稲垣選手プレーももちろん好きなんですけど、もう一つ好きな顔があってですね、まあ、そこは定期的にこの動画でもお届けしていると思いますが、稲垣啓太選手は本当に日本代表ラグビー界においてすごい敬意っていうか、なくてはならない存在っていうのは、プレイヤーだけでもなく、そのなんかグラウンドの外ででも本当に貴重な存在だと僕は思ってるんで、そこの話もさせてください。素敵な記事っていうのは檻の中に嘘はないっていう田村さんですね。これ多分あれですよね、ラグマガの編集長さんですよね。定期的に YouTube とかもやられてると思いますが、田村さんの記事ですが、素敵な記事だったんで、まあ、よかったら全部読んでください。僕は今回は稲垣選手のコメントを中心にちょっと抽出したので、昔のサモアじゃなくてトンガとかの試合の話だったり、それからジェイミーが出てたとか長谷川慎さんが出てたとか、まあ、そこでは勝ったんだけども、ワールドカップで大負けしたみたいな話とかも、書いてあるんで、よかったら見てみてください。ただ僕はちょっと稲垣選手の言葉を中心にお伝えしようかなと思います。先ほどもお伝えしたプレイヤーとしてはもちろん大好きですし尊敬してますし、素晴らしいと思うんですが、なんといってもですね、どんな状況でもしっかりとマスコミ対応をしてくれるところが素晴らしいと思います。で、さらに言語化能力が高い、これは間違いないですね。多様性のそのワンチームである日本代表で、まあ、海外の選手もたくさんいらっしゃるっていうところはもちろんラグビーとしては受け入れるんですけど、ただやっぱり日本語喋れない方、あんまり得意じゃない方はマスコミ対応とかそこまでやっぱね、できないっていうところもあると思うんですよ。だからそういう意味では日本人の方のマスコミ対応っていうのは結構大事だと思ってて、でマスコミ対応嫌がる選手もいるじゃないですか。まあ、それはその選手のポリシーなんで、全然とやかく言うことはないと思います。それはスタンスの違いなんで。ただ稲垣選手っていうのはしっかりと対応すると、そして言語化能力が高いし、あと無難な、まあ、そのマスコミ対応しても、まあ、頑張りますとか悔しいですとか、なんかそのなんていうのかな、ありきたりの言葉じゃなくて、もう一個深い段階で今の日本代表における課題だったりだとか自分が考えている方向性とかを絶えず提示してくれるんで、ぶっちゃけすみません、失礼な言い方、ジェイミーの言葉とかキャプテンの言葉とかよりも稲垣選手のコメントが僕的には日本代表の現状を知る一番の言葉かなって僕はいつも思ってます。そのくらい他のジェイミーとかキャプテンが言葉足らずじゃなくて、稲垣選手が素晴らしすぎるっていうことですね。無難なありきたりな話で交わすことなく限りなく本音で語ってくれるので、僕は彼の言葉がいつも一番代表の現状をリアルに語っていると考えております。彼の言葉こそが代表の今かなというところなので、田村さんの素敵な記事の稲垣選手のコメントを抜粋させていただきました。まずは現状ですね。すでに2度のワールドカップを経験している33歳はいつも的確正直で前を向いている。やっぱ田村さんもそうおっしゃってますよね。チームの現状を結果が出ていない、選手にとってもスタッフにとってもチーム全体にとっても悔しい現状ですが、落ち込んでる時間なんかねえと、前に進むしかない、強い意志で練習に取り組んでいますと話したと。悲観はしてないけれど、チームが勝利に届かない事実がある。稲垣はミスが続くと消極的になりがちも、それではいけないと警鐘を鳴らす。例えばタックル、前に出ず向かってくる相手だけを捕まえるならスタッツにはいい数値が出る、あれですね、タックル成功率ってことですね。しかしそれで意味がないと、数字を取るなんて意味がねえと、そんな小さな成功は求めていません。成功するかミスとなるかのギリギリのところを狙わないといけない。チーム全員リスクを取らないと勝てないのは分かってます。リーチのこともちょっとやんわり言ってんじゃないかななんていうふうに思いました。結果を残せていないので説得力はないかもしれませんがと前置きして、結果が出てないことは分かっていますが自分たちがやるべきことは明確ですと。
ああ、だからもうもちろん結果出したいし、誰よりも勝利にこだわってるのが稲垣選手なんですけど、まあ、出てね、現実はあると、それはファンがモヤモヤしてるのも分かると。だけど僕らは止まってる暇なんかないし、前に進むしかないし、あとはもうやるべきことは分かってるから、まあ、もうちょっと待っててくれっていうようなニュアンスも取れますよね。大切なことは信じきることだ。首脳陣、仲間を信頼し、自分の力を信じる。自分たちのやりたいことに自信を持ち、 100% やりきれば勝てるのだ。それを実現できていないのは自分たちの選手の責任。ベクトルを己に向けて前へ進み続けないといけないと。だからもう止まってる場合じゃないっていうことを繰り返し言ってますよね。 やんなきゃいけないんだと。周りの雑音とかあるかもしれない、うるさいけど、うるさいと、俺らは前に進まなきゃいけないんだということですね。これからまだ伸びる。2015年も19年もチームは最後の 2,3 ヶ月で一気に成長しました。まあ、ここは説得力ありますよね。その上げ幅、伸びしろを、伸び幅をどれだけ大きくできるか、それを自分たちで作ることが大事だと思いますと。急激な進化を実現するため一番のトリガーとなるのは勝利だろう。トンガ戦でその瞬間を訪れるだろうかというところですね。でワールドクラスの左プロップ稲垣選手は哲学者のように淡々と話を続けた。ここもすごくいいところなんで、ぜひ聞いてもらいたいんですけど、ここ括弧を大舞台直前まで来ると、これまでのパフォーマンスを同じように出せる選手はいませんと。次のどちらかと、プレッシャーに萎縮して下がるか、パフォーマンスがですね。でプレッシャーすら受け入れ、飲み込んでさらに上に行くかのどちらかと。2015年19年は上がる選手が多かった。今も一つのきっかけで上がっていける雰囲気はありますということで、まあ期待しててよっていうこともありますよね。うん。で実際に自分も2回ワールドカップ出たけど、ここで伸びるんだと、ああいうところですね。もうその通り受け取りましょうよという感じです。室内練習場に掲げてあった言葉の一つを例に稲垣は言った。刑事、折っていう意味ですね、このタイトルに合う通り。で他にも例えば絆とか、なんだっけ、規律とか一貫性とかっていう言葉、あと磁石とかっていう言葉もあるみたいですね。 お互いなんかつながり合うっていうことで、でその刑事って言葉を例に出してさらに話をしてくれました。格闘技などで使われる折、あれです。あそこに入ったらみんな丸裸、嘘も何もつけない、覚悟を決めて入るしかない。僕らも今そういう気持ちでやっていますと。逃げも隠れもせず現状を受け入れて、大舞台への大舞台への準備を進める。伝わってくるのはやれることをやりきって世界との戦いに挑むマインドのみ。経験豊富な男は肝が据わっているということで、もうだから繰り返し言いますが、なんかね、稲垣選手のこの言葉が一番今の日本代表の現状を、全選手の現状を物語ってんじゃないでしょうか。もちろんだから簡単に言うと、それ結果出てないよ、でみんな悔しいしモヤモヤしてるでしょうと。だけどそんなんで止まってる場合じゃないし、やることは分かってるから、やりきれてない自分たちの責任だからやると。でここで伸びるし、プレッシャーとかに跳ねのけて俺たちはやるんだっていう覚悟ですね。うん、素晴らしい。本当すごいよね、言語化能力。日本に限らず世界中の多くの選手やコーチの口から聞いてきた言葉がある。ワールドカップで起こることとそれまでのことは関係ない、だから過去にはワールドランキングとは関係ない結果となる試合が世界中の人々が見つめる舞台でたくさんあった。ただそれを起こすにはチームが鍛え上げられていることが条件だ。赤白ジャージを着た男たちはその資格を持っている。ワールドカップという巨大な檻の中で2023年のジャパンは輝けるか。スイッチがオンになれば強い光を放つことができるエナジーを溜め込んでいるのは確かだと。田村さんの文章も素晴らしいなということで、本当すみません、ちょっとドタバタしてたんですけど、どうしてもこの記事だけは紹介したくて動画を撮ってみました。明日ですね、日本代表対トンガ代表、ハマゾンラグビー場、7月29日土曜日19時半キックオフ、楽しみましょう。稲垣選手、高津選手、バル、ファカタバ、ヘルエベ、高年生、ガンタ、おかえり、姫野選手、斉藤直人、李承信、セミシマシレワ、長田、ディラン・ライリー、ナイカブラ、山中亮平、堀江翔太、グレーグ・ミラー、グー・ジオ、ジェームス・モア、デビッド・タタフ、流れ、松田力也、松島幸太郎、僕らファンは応援しております。頑張ってください。それでは。